京都府北部、若狭湾に面した宮津市は古くから日本海沿岸の交易拠点として栄えてきました。宮津湾に伸びる天の橋立の景観は日本三景の一つに数えられています。その天の橋立を眼下に望む山の中腹に立つ成合寺、8世紀初めに創建されたと伝わり、西国33所の第28番札所として、地元のみならず全国から多くの参詣者が訪れます。その成合寺へと続く参道が、地元宮津市の有志らによって新たに整備されました。府中地区から成合寺へと続く修験の道、本坂です。こういうところにお地蔵さんとかがあるんで、これはなんか昔、まあ長石やったいうて、一丁二丁いうてずっと記されとるもんやそうですわ。ええ、参道途中に設けられた休憩所からは、天の橋立の美しい景観を見ることができます。今年の2月頃からだったと思うんですけれども、地域の方々と共にこの参詣道を再度整備してお披露目することができないかということを検討してまいりました。その後、行政各種関係諸団体の皆様と協議を重ね、夏頃からこの整備のことが本格化し、秋11月の5日にお披露目ということでイベントを開催させていただきました。経路2つありまして、1つ目はですね、船でですね、この天橋立のこのを渡って来られ、この成合寺の参詣道の、下にあります浜に船をつけて成合寺を目指して歩かれたというものと、あとここが丹後の都であったということで、この丹後のですね、この奥の京丹後方面や、または京都市内方面ですね、そちらからも入り口からこう、歩いて来られたりとか、本坂道を通って成合寺へ行かれたということで考えてます。はい、この場所は日本三景のきっかけとなった場所でありまして、年号で言いますと1689年に儒学者である貝原越権がですね、書いた旅の日記の本があるんですけども、それに天橋立が日本三景だという初めて記述されたものですがありますので、そういったことも知っていただきたいなと思っております。天に架かる橋のように見えることから名付けられた天の橋立。それはまた海の上に浮かぶ参詣道としての役割も果たしてきたのです。海と日本。